天正神後の乱。天正神後の乱は、天正十年、1582年の本能寺の変に、橋を走って、実質的に統治者不在となった回、品濃上野で起こった戦役である。大まかには、徳川栄康と、北条氏直の戦いとして説明されるが、上杉影勝のほか、在京の諸勢力、特に、 木曽義シや真田正幸も加わっている広い範囲の戦役であった。神ンは天正十年の江戸で、同時代の文書では、海一乱と呼称され、近世紀には、神ンの役、神ンの合戦と呼ばれた。天正十年六月の本能寺の変後、小田政権を離反した北条氏は、小田氏による仕置きが行われたばかりの旧、武田領に侵攻した。これに対し、 織田大制下の一大名である徳川氏が、織田大制の承認のもと、討伐に当たったことによって引き起こされた紛争である。さらに上杉影勝や、真田正幸をはじめとする武田の良いや、地元の国人衆が、復帰や、勢力拡大を格作したため、情勢がより複雑化した。大大名同士による争いは、上杉と北条の講和、及び、徳川と北条の講和によって、 終結を迎え、継承が、品野北部四軍を支配、海と品野は、家康の切り取り次第、上野は、宇名をの切り取り次第という形で決着する。家康は、氏名、氏名は、上野の平定を進めたが、最終的には、沼田領貴族問題に橋を発する砂田の徳川から、上杉への寝返りが発生し、砂田が、独立勢力として、 信濃国小さ型軍及び、上野国東軍、同国と根軍を支配した。結果として、上杉は、北部四軍の支配を維持、徳川は、上杉領、真田領を除く信濃と海の全域、北条は、上野南部を獲得した。真田領の問題は、後の上田合戦に発展していく。この戦によって家康は、先の駿河を含め数ヶ月で五国を領有する。 大大名となり、小田氏の勢力を継承し天下人になりつつある、豊臣秀吉と対峙していくこととなる。また、東国を支配する三氏の関係、徳川と北条の同盟、徳川と上杉の敵対関係も、豊臣政権に対する東国情勢に影響を与えていくこととなる。戦国時代後期、関東では、北条氏が北関東への侵攻を拡索し、 北関東の漁師たちがそれに対抗する状況が続いていた。天正七年、武田氏と上杉氏の間で、光悦同盟が締結された。武田氏との交渉同盟を破棄した北条氏は9月11日、宇治政の弟宇治テルが信長に高三馬を献上し、10月25日、宇治政は信長に味方し6万の軍勢で買いに、出兵した。さらに翌天正八年3月、 縁組を条件に、織田氏に両国を信条し、織田政権の支配下に入った。天正10年3月に、公衆政抜を開始した小田信長は、甲州征伐を開始した織田信長は、甲の武田氏を滅亡させ、甲から信長、るが上野に及んだその領地は、織田政権下に組み込まれた。信長は、国をき手を定め、武田医療を一家のように家臣に分与する。 関東の北条氏は公衆性抜に強調したものの、医療を得ることは一切できず、口述する歴史経緯から見るとむしろ、上の追い出される形となった。また、信長は、いわゆる武田狩りを実行し、武田旧進たちの排除を行った。これは主に会の有力者に的を絞ったものであり、勝頼の側近、近親者から、より親クラスまで、ほぼ借り出されることとなり、 基礎吉正や穴山梅雪など早期に寝返った者を除いて、武田氏の中心人物はほぼ死亡した方領へ逃亡した。一方で、品濃国衆や上野国衆は最後まで抵抗したり、戦死した者を除けば、より親クラスでも除名や本領安堵されている者が多く、真田正幸は最後まで抵抗したが、例外的に許された、信長による戦後統治を睨んだ政策と、 考えられている。また、与田信ブなど、この際に、徳川家康がかくまったり、便宜を図った武田九信が、徳川方として、天正神語の乱で、大いに活躍することとなる。公衆征抜と前後して、小田氏は、小立の乱の混乱が続く上杉氏の攻略も、進めていた。柴田主家が小田と通じて造反し、柴田勝家が、越中まで進行。 3月11日からは、宇オズ城の行為も始まり、宇オズ城の戦い、信濃が小田領になった後は、南から森長吉の進行も計画されていた。5月末には、本拠、春日山城に森の軍勢が迫りつつあって、上杉影勝は、宇オ城に小詰めすることもかなわなくなる。そして6月3日、宇オズ城が落ちたことで継承の身体は極まっていた。 上野国と品濃国は、歴史的に、越後の上杉氏、関東の御北条氏、甲斐の武田氏がその所領をめぐって争ってきた。上野は、元は、関東管領山内上杉家の所領であったが、天文15年、1546年の川越野戦を経て、天文21年、1552年に、上杉則政が上野を脱出、北条氏康の領地となる。その後、 県政は、越後の長岡ゲ虎、後の上杉謙信に、関東官僚を譲り、謙信は、関東官令としてたびたび、関東方面へ進行するようになる。上野、特に交通路であった沼田は、越後と関東を結ぶ重要地であり、これをめぐって謙信と、宇治安、宇治政府氏は激しく争った。越相同盟によって一時宇治政が、謙信の上野領有を承認したこともあったが、 基本的に、謙信の島で上野を巡る両者の争いは続いた。武田信玄もまた、上野西部に、たびたび侵攻しており、A66 年、1563年頃に、真田幸隆が、岩渕城を攻略して、東軍を治め、A69 年、1566年には、美濃和城を攻略して、美濃和城異跡を両国化した。謙信の死後に、 上杉家で、お立ての乱が起きると、天正七年、1579年に、謙信の老い、継承は、信玄の子、武田勝頼と同盟を結び、光越同盟へ、同時に、交渉同盟が発揮され、上野は、武田と北条による、争いの場として移り変わる。また、継承に、上野信仰を承認された勝頼は、雪高の子で家臣の真田正幸に命令して、 沼田攻略を開始し、北条方であった沼田城を攻略させ、上野北部二軍、東軍、利根軍の運営を正行に任せた。甲州征伐後、上野全域は滝川一正の所領となるも、正行は滝川の下に着くことでその勢力範囲を維持し、信濃も関東管領である三内上杉家の力が弱まると、武田氏が手を伸ばし始める。回答一を果たした、 武田信虎は、海の西に位置する新州諏訪軍を治める諏訪市と同盟を結び、北に位置する久軍に攻め入った。当時の信濃北部の有力者であった村上の力与とも手を結び、運の死を駆逐するなど策への地方を固める。間もなく、信虎は追放され、後を継いだ信玄は、積極的に信濃に侵攻するようになり、従来の久軍、小さ型軍のほか、 同盟関係にあった諏訪軍にも侵攻し、北部を除いて、シナノを平定する。シナノを追い出された、村上の力与や、北部の豪族などシナノの大名は、上野と同様に、謙信を頼り、謙信はこれを大義名分として、シナノへ南下する。両者は、北部四軍の入り口にあたり、四軍を支配するために、重要な川中島や海津城で何度も対峙した、川中島の戦い。 このような経緯によって、国人衆や土豪への影響力など、品野北部に関しては、上杉市北部を除く品野全域は、武田氏が強く持っていた。これら、上野、品野は、先術のように、公衆性抜によって、そのほぼ全域が、小田氏のものとなった。しかし、3ヶ月後の本能寺の変によって空白化する。小田氏による、統治期間が、極めて短く、 地元の有力者を掌握しきれていなかったことが、天正神後の乱及び以後の出来事に大きな影響を与えていくことになる。天正十年、1582年6月2日、信長は京都の本能寺で家臣の明智光秀によって撃たれた本能寺の変。本能寺の変の発生した6月2日、徳川栄康と穴山の不気味、売は、堺、 大阪府堺市に滞在し、信長と合流するため共に、京都へ向かっていたが、途中で、徳川家臣の本田忠勝は、京都商人、茶屋、四郎二郎ら本能寺の変の発生を知る。家康は、飯森参加において、事態を知ると、本居の三河国へ戻るべく伊賀越を観光し、無事に、機内を脱出する。一方、途中で家康と別れた穴山は、宇治田原、 京都府宇治田原町で土民に殺害された。家康は6月4日に、三河岡崎城、愛知県岡崎市に帰還すると、明智討伐の軍を起こすと同時に、無主状態となった会、信濃の計略を開始する。東大期によれば、家康は6月10頃に、会の川尻秀高に使者として、家臣の本田信都市、百条を派遣し、川尻に、 協力の要請を行った。また、家康は6日には徳川家臣となっていた、武大臣の駿河州、岡部正綱に書状を送り、穴山の本拠である海川治療の下山館、美野部長下山における白武臣を命じ、藤川、寸州王館、河内路沿いに、菅沼城、美野部長寺沢が築城される。また、家康は同じく、武大臣で、品の作軍の国州、 与田の武を作軍へ向かわせる。与田は武田滅亡時に駿河殿中城、静岡県藤枝市において徳川市に交戦しており、武田滅亡後に品濃作軍かす城、長野県作市へ帰還していたが、小田市による処刑を恐れて、家康に庇護され、とうとう海に潜伏していたという。海の国史、武徳変年修正によれば、 カの国一国とシナの諏訪軍を統治した、川尻秀隆は、武田時代の筒子ヶ崎館、甲府市国中町ではなく、岩久保館、甲府志願久保町を本拠としたという。三河物語によれば、川尻は6月14日に、岩久保館において、本田信都氏を殺害している。信都氏は、川尻と知恵があったが、武徳変年修正によれば、川尻は信都氏に不信感を抱き、 家康が一気を先導死害を散脱する意図があったと疑い、信年を殺害したという。翌15日に外国人衆が一気を起こすと川尻は脱出を図るが、18日に一気勢に殺害された。一方、家康から海へ派遣された、岡部政綱は、穴山市の館のある下山館、美信町下山に入った。また、与田信繁は、 武大臣900人弱を集めて20日には再び小室城へと入った。家康は西へ進軍していたが、6月14日に山崎の戦いで、明智光秀が橋場秀吉、豊臣秀吉に撃たれると、家康は6月15日に、鳴海、名古屋市緑区において、報告を受ける。家康は、堺中寺を津島に前進させ、情報を確認し、21日に軍を返して、 浜松へと戻った。さらに岡部は6月12日から6月23日にかけて、曽根正代と連署で、海州に地行、事業城を発給している。浜松へ戻った家康は品の、海の国人衆の掌握を進める一方で、堺中次、奥平信政に、新州路を進ませて、南品濃を確保させる。また、自身ももとす、藤川口古町をもとすの土豪。 渡辺陰国優に案内で中道王館を通過して、海へと進軍し、7月9日に甲府入りする。この時点で家康は、品野南部と八代、駒、山梨の海産軍を掌握する。他方で、作軍は、薄い峠を越えてきた北条に取られてしまう。川尻秀隆の殺害に続いて、滝川和増、森長吉の敗走を確認した家康は、 明智を撃ったことで、小田大政内の有力武将となった、橋場秀吉とも交渉し、秀吉は7月7日になって、小田氏家臣がいなくなったなの、会斐、上野の三カ国へ、家康が軍勢を派遣して確保することを認める、書状を送った。ここでの家康の立場、行動は、独立した大名としてではなく、小田大政下の一大名として、北条氏の討伐を目的にしたものとされている。 本能寺の変の方が入ると、北条氏は、織田政権から離反し、織田領国へ侵攻した。北条はまず上野へ進軍し、神奈川の戦いで、滝川和正を撃破すると、上野の掌握に努める。また、6月26日には、品野作軍の豪族を侵入させ、28日に、先方軍を送り込む。7月に入って、真田正幸が侵入の意を示すと、 正幸を先鋒として、北条主力組四万三千を上野より、薄い峠を越えて進軍させ、徳川方の与田信繁は、小室城を捨てて交代し、北条は、大道寺正繁を、小室城に廃して、作軍を掌握する。海の方面についても、川尻秀高の死によって混乱した隙をついて、軍内地方を掌握する。海州の多くが家康にする中、北条氏に、 味方する勢力も現れ、海の国主によれば、6月中旬には、秩父王館、仮坂口を守備していた、清井寺城、中牧城、山梨島清岡町清井寺の大村忠史行、三栄門城、忠とも、伊賀守に率いられた山梨軍、倉品、山梨島基町、倉品の土合、大村等が、大野鳥で山梨潮野に籠城して北条方に帰属した。 また、貝の国相者の貝那神社、橋立明神、笛吹市一宮町橋立の鮭州、大井節元も北条方に属した。橋立明神は、築前元類を有志上彩としての性格を持ち、海、相模間の鎌倉街道にも近い。北条氏は、三坂峠の所在する笛吹市三坂町富士の木、南鶴郡富士川口湖町河口に、三坂城を築いている。 家康は、こうした会の法上方に対し穴山氏を派遣し、大村島や橋立明神の舎家集を滅ぼしている。この時の大村島と穴山氏の合戦は後に、中巻合戦録としてまとめられる。さらに家康は、家臣の鳥居元忠に命じて、鎌倉街道沿いの笛吹市八代町孔家に、所在する小山城を改修させた。結果、 北条の海進軍は徳川に出遅れることとなり、海は東部の軍内掌握に止まる。柴田勝家は落としたばかりの宇オズ城からの撤退を決め、森長義も、上杉の本拠である越後、春日山城近辺まで進行していたが撤退する。上杉景勝は、直ちに森を追撃して、信濃に攻め入るが、森に逃げられてしまう。継承はそのまま来た信濃の要所である。 飯山城と海津城を奪取し、同地を掌握すると並行して、全品の主を、小笠原長時の実施である小笠原城慶や山浦、慶国、村上市に、所要安土城を出し、川中島以南の領有化も拡作する。特に6月には、長時の弟である、小笠原道節祭を講演して、木曽義政の不可史城、本城を攻め落とさせている。木曽義正は、 領地拡大を目指し、美の国へ撤退する森を打とうと試みる。しかし、森は、基礎福島城に押し入ると、基礎の着難、岩礁丸、基礎義利を人質にし、従わざるを得なくなった基礎は、地元の豪族を抑え込んで、森の撤退を手助けせざるを得なくなった。また、神奈川の戦いで敗北し、同じく撤退してきた、滝川一松にも妨害を試みるが、滝川は、 自身が連れていた、品の州の人質を明け渡すことを提案し、基礎はこれを受けて見逃している。結果として基礎は序盤に動きを制限されることとなり、先のように、不可視上を植えすぎ方に、奪取されている。滝川の配下にいた、真田正幸は、神奈川の戦い後の7月9日には、北条への帰属を決める。上野の有力者であった正幸がついたことにより、 高校の憂いを立った北条は先日のように上野にいた主力を薄峠から品野国策軍へと進軍させる。その他にも諏訪頼忠が諏訪高島城に入城して再起を図るなど、品野の在地勢力や旧武田家臣が周辺の大大名の思惑とは別に動き始めていた。策を抑えた北条は中心の有力者である木曽義正頼忠に 所要安土城を与え、主力は北進させることで、品野昭和を図る。北条は、真田正幸ら品野の諸将の手助けもあって難なく、川中島まで目、入り、すでに、北進を昭悪済みの上杉軍と対峙する。策を奪取された徳川であったが、小室城を追われた信ぶは、武田急進の長略とゲリラ戦を展開し、北条の兵団を叩き始める。 加えて、すでに小悪済みの南進及び海から北進の動きを強め、堺忠次らによるよりただが守る諏訪高島町への工場が開始される。七月末、上杉と徳川の挟み打ちは避けたい北条と、柴田重医への例がある、上杉双方の思惑が合致し、講和が結ばれる。北条は、上杉の北部四軍の所領化を認め、上杉は、 川中島以南へ出兵しないとし、北部を除くしなのは、北条の切り取り次第とした。軽承との講和がなったことで、北条は徳川に戦力を向けることができるようになり、約4万の主力軍は南へ転進を図る。さらに、北条氏、ただし、北条氏勝ツ一1万を、甲三坂峠に張り付かせ、また北条氏国にも、秩父から甲を伺う,う体制を取らせ、 徳川一万を三方向から、半包囲する形で品の、海への侵攻を始める。なお、三坂峠の北条一万には未だ傍傷一話が、完全には破綻していなかった房の里見義よりも、援軍を出している。8月1日、諏訪、高島城を工場していた、堺忠寺ら三千は、北条の大軍が来るとの方に海に向けて交代する。 北条主力軍4万3千は、作経由で、堺軍を追撃するが、徳川勢は、海、新府城への撤退に成功する。これを追う北条勢も海に入り若見子城。北都市須田町は見子に着陣し、8月6日には徳川勢へと退治した。家康は本人を、甲府城下の御事から打事、甲府市城等一丁目に置いたが後に、旧一城。 信達屋敷、ふしきた新一丁目に移転し、さらに8月8日には新府城、に崎市中田町中条へ移転した。10日に家康は、南の府中の留守を、鳥居元ただら2000に任せ、新府城に陣を移し、徳川方は8000となる。8月12日、市中、市、小生1万が家康の背後を襲うべく、海東部の群内地方へ進撃した。これに対し、 鳥居本忠、三宅康指定、水野勝成ら2000が、黒駒付近、笛吹市三坂町上黒駒、下黒駒で果敢汚染し、北条勢、約300を打ち取って撃退した、黒駒合戦。以前、北条と徳川の兵力差は圧倒的なものであったが、この戦で北条方が敗北したことにより、品野諸将の北条離れが進んでいく。8月22日に、 基礎が家康側に寝返り、さらに9月に入ると真田が与田の武に加勢した。家康は与田と真田に曽根正よらをつけて戦力を強化し、ゲリラ戦によって、シナの、上野間の平坦を乱すようになる。黒駒合戦の敗北によって、シナのへの影響力が低下した北条は、上野の戦力をシナのに策くが、戦術のようにそこで、真田が徳川につき、 真田は、北条方が入っていた、次条、沼田城を吸収して、再奪取する。上野北部を喪失したことにより、信濃への平坦が事実上途絶えた北条は、真田方の沼田城や岩槌城を攻略目標として、大軍をもって攻め入り、真田方の諸取りでを落としていく。一方で、沼田城代、矢沢頼綱の活躍や、正幸の着難、 信行が手勢800機を率い、北条方の富永主善軍五戦が防衛する、あず軍手こまる城をわずか1日で奪還するなど、風ざき、激しく抵抗し、上野の要衝を落とすには至らなかった。10月に入ると正行が、熱望を打ち取り、信ぶは、小諸城を襲って、大道寺正さを駆逐した。また、中心では、木曽義政に続いて、 家康の支援を受けた小笠原上京が、洞切祭を廃して丘陵である福市に入りたの、両主らも徳川市に着いた。北条勢は、上野野作軍にわずかばかりの軍勢を差し向けるも、戦局は好転しなかった。さらに、これらにこうして、関東平野では、佐竹義重が活動を活発化させていた。10月になって、織田大政の織田信を、 織田信ぶ双方からは僕の勧告があり、10月29日、織田信夫を、仲介役として、北条と家康の間で講和が結ばれた。講和の条件は、以下の通りであった。こうして、本能寺の変から約5ヶ月続いた乱は一旦、収束する。徳川、北条同盟の成立により、徳川、上杉、北条三者による合戦は終わったものの、 特に氏なのでは依然として、家康に服従を認めない国衆が跋扈し、家康は手を焼いた。有力国衆である、諏訪頼忠は12月に和睦して、家康に下ったものの、武田急進として、天正神後の乱で多大な先行を挙げた、与田信ブは、岩を白攻めで落命している。会では、河地良は、穴山勝千代に安堵され、かつての小山田氏の支配地域であった。 軍内領に鳥居元忠を廃棄する。海の中央部の国中領は、筒地ヶ崎間を本拠とし、平岩近代義と岡部摩擦天正十一年の岡部没後は、平岩単独が派遣されて支配を行っている。なお、近世外における政治的中心地となった甲府城は、天正神後の乱後の天正十一年に、家康により築城されとする説があるが、 小田原ら生伐後に、豊臣政権が関東違法された家康に対する備えとして、築城したとする説がある一方、天正17年には、豊臣政権と北条氏の関係が緊迫化し、家康は天正神後の乱において、徳川、北条間で合戦が行われた清井寺城の大集築を実施している。一方、徳川と北条の講和によって死なのは、徳川、上野は、 北条の切り取り次第となったが、真田寮である上の沼田の領有、貴族について問題を残した。徳川は、形式上従属した真田に対して、沼田を宝城へ明け渡すことを求めたが、真田は大退治を要求し、両者の関係は悪化した。両者に縁のある与田信ブが仲介役となって奔走したが、信ブが戦死すると、両者の溝は、 決定的なものとなる。しばらくは、対上杉への抑えとして、真田の重要性が増し、徳川としても、強権的な対応を取れないでいたが、やがて真田は、対上杉という名目で新築した上田城に本拠を移すと、そのまま上杉に寝返り、徳川と敵対することとなった。その後、天正13年、1585年に、徳川は上田に攻め入り、 また並行して北条が沼田に攻め入ったが、真田は守り通した、第一次、上田合戦。その後も小競り合いが続いたが、いずれも、真田は撃退した。一方、上方では、橋場秀吉が清洲会議を経て、織田家の事実上の後継者となっていたが、柴田勝家との対立が日増しに強くなるなど、不安定な状況にあった。 大柴田のために秀吉と継承が吉しみを通じ、他方で家康は、北条との和睦を仲介した縁や領地が接することなどから織田信夫と友好関係を築き、後の小牧、長久手の戦いへと発展した。その後、天下人となった秀吉は、北条と真田との間で紛争を溶かしていた沼田領を天正十七年、1589年による裁定によって落着させた。 しかし、この裁定は、翌天正18年、1590年の小田原生伐の永遠となった。天正人後の乱に関する実証的研究は少なく、山梨県をはじめとする自治体史において外説的に触れられる程度であった。江戸時代には、文化11年、1814年に完成した、海国の知史、海野国史にいて、 記述の方式や人物部の時代区分において、天正十年、神後が大きな区切りになっていることが指摘される。貝の国史の執筆姿勢は、武田氏や柳沢氏など、貝の国史に対しては継承を用いない客観的なスタンスであるが、徳川家に対しては家康を、真相と少子敬意を示しており、天正神後記承文が提出された天正十年を重視した、 時代区分になっていると考えられている。平成8年、1998年、山梨県に崎市、穴山町の農民城跡の発掘調査が実施された。この調査を通じて、天正神語の欄における、築城の歴史的背景が考察され、発掘調査報告書において、平山優による初めての創設が発表された。その後、山梨県編事業において、 関係資料が修正されたほか、平成23年、2011年には平山が急校を全面開校して、単調として発表し、武田氏滅亡後の海や家康の動向のみならず、上杉氏や御法上氏、さらに豊臣政権や品濃国衆らの動向を総合的に検討し、東国情勢における意義や戦国時代の周期に関する問題、さらに、 豊臣政権の天下統一に関わる意義についても論求していい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。